どうもショルヘイノです。さあ今回はショルヘイノのラスゲアード動画ということで、僕はですねもうラスゲアードのことばっかりなんですけれども、いわゆるねあのラスゲアード言ってますけど、あのこういう動きっていうのはまあアバニコっていう言い方をするんですね。スペイン語で、センスという意味なんで、まあこういうなんかね動きがセンスに似てるということなのかなと思ってるんですけどね、真意はありません。というのもまあフラメンコギターね弾いてきまして、結構そのラスゲアードのことはやっぱりね一番聞かれるんだよね。フラメンコギター奏法ってね、あの前にも出した動画でこうゴルペとかトレモロとかアルペジオとかね、こういうのとかね、こういう弾き方とかいろいろあるんですけど、結局ラスゲアードが一番フラメンコギターという位置づけなのかな。でね、まあフラメンコギターのそのラスゲアード動画っていうのはもう一本出してるんですけど、もうちょっと詳しく、あの動画はあの弾き方についてね、順番とかをしっかりこう教える動画というか、まあ最も一番最初に出しといた方がいい動画かなと思って出したんですけど、今回はまあ応用というか、いろいろねラスギャードの面白いところというか、まあ、実際こうラスギャードをやるにあたって結局何が大事なのかっていうところとか、見栄えとかね、そういうところをいろいろこうレクチャーというか知っていただければ、もうちょっとねあのラスギャードが楽しく弾けるようになるんじゃないかなと思っております。でね、ラスギャードっていうのはまず、この動画から入ってきた人は、まずね何なのかっていうところですね。みたいな、これがラスギャードというもので、まあ言ってしまえば高速にバラバラバラと弾く、まあ弾き方というかね、スペインのフラメンコという音楽にはもう欠かせない音、いわゆるっていう感じですかね。ラスゲアードって何なのかって言ったら、まあそのこういう曲の中に入れて、みたいなこう決めとかで入れるとかね、あとはまあなんだろうな、こういう曲の中に曲の中にこう織り交ぜていくこともできると。で、言ってしまえばその花ですかね。花を添えるみたいな感じなのかな。これはね、やっぱりできるとね、すごくそれに頼ってしまいがちなんですけど、僕もやっぱそうなんだけどね。でもこれをできることによって、その頼れるぐらいもうすごく大きな存在になるので、ラスギャードはぜひ、練習してみてほしいですね。で、僕のラスギャードですよ。今回は僕のラスギャードです。ちょっと個人的見解もとっても含まれるので、そういうところも理解して、承知した上で見ていただけると嬉しいかなと思います。でね、ラスギャードはまず動きはこれなんですよ。グーにして、ここの下のね、まあ、3本をこう下げて、で、この伸び切った親指をダウン。その瞬間にこいつらをこう入れるっていう感じですね。そうすると元の形に戻れると。こういう感じだね。これがラスギャードの正体。3連というか、ダカダ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 。これがこういう。
みたいなのが、ラスゲアードの、基本的な形になってるんですけれども、この音になれば、正直言ってレコーディングとかだったら別に何にも問題ないんですよ。だからもう、言うなれば別に弾き方は特に何もない。もうだって、親指と薬指だけでもできるからね。こういう。これ、ね。見えるかな、これ。ね、薬指と親指だけでもできるんですよ、正直言って。ここ2本、ラスゲアードの弾く上ではね、結構欠かせない存在なんだけど、これ使わなくても別に、ラスゲアードなんていくらでも、ね、こう、形さえ合えばできるんですよ。うん、こう親指とこの小指でも。だいぶたどたどしいけど、できるんですよ。だから、あんまりこの形とかどこの指を使うっていうよりかは、その動きのこの順番と、うん、まあそれくらいかな。やっておけばいいのはもうそれぐらいですよ、うん、だからもうこの3連のこの形さえ覚えておけば、もう指なんてどうでもいいのね。指なんてどうでもいいとは言いますが、僕の、やっぱりステージに立つっていう時に、まあ、映像でもいいですよ。何でもいいんだけど、その見栄え的なところで言ったらですね、このラスギャードはどうなんでしょうねっていうラスギャード。まあ、結構出回ってるんで、あんまりこう大きな声を出しては、言えないところなんですが、この弾き方ちょっと正直、そのラスギャードの入り口にはいいんだけれども、そこで定着しちゃった時に見栄えで言ったらどうかなーとね、思ってしまう弾き方がございますね。それをね、結構練習されてる方も多いと思うんだけども、最初からそこに入っちゃうとね、結構それが軸になってしまうというかね、あるんで、それをちょっと、説明して、でこっちの方が見栄え的にもそっちから入った方がやりやすいよっていうお伝えしていければなと思って今回の動画は出しております。で、僕の中でラスギャードこの弾き方どうなんだっていうところなんですけど、この人差し指ね、バシッと、この人差し指を軸にして弾くというやり方、うん、これが非常に多いんじゃないですかね。ラスギャードを弾いてるというか、レクチャー動画で多いのはやっぱここなんじゃないかなと思っていて、この人差し指を軸にして、こいつ動かないように、ここを動かすっていう、まあ教え方があるんですけれども、僕はね、あれはね、正直言ってその今後のそのフラメンコギターをやりたいっていう人にとってはね、弊害になってくるんじゃないかなっていう。フラメンコギターというかラスギャードをやりたいっていう方にとってはね、ステージング的にも僕はあまりこうおすすめしていなくて、というのもね、ラスギャードをすごくやっている身からすると、あの見た目ってなんかちょっと、うん、ダサい、かっこよくない、あんまりかっこよくないっていう感じかな、と思うんですよ。音はもちろんいいんだよ。別に、音はどうでもいいのよ。だから、まあ、実践します。そしたら。ここの人差し指を軸にして、ここを動かさないようにして、こういう動き。だから、基本的に指は、この薬指と中指になるっていう形ですね。そうすると、この動きから、こういう、ね、人差し指を動かさないことによって、この形をしっかりこう動かせるっていう。まあだからそうすることによって、そのブレずにね、なんかこう反動で使わずに、こういう風に弾き方をできるよっていう、まあやり方なんですよ。だからそうすると、まあ、
動き的には別に問題ないだけれども、この人差し指がめちゃくちゃ気になりません？見てるとさ、その音はかっこいいんだけれども、これ気にならん、これ気にならんかね、これね、なんかこの人差し指がめちゃくちゃピーンって立ってて、これすげえ気になんのよ僕はね。でこれどうなのかなっていうふうに思うんだけれども、これ見てる方はね、共感しなくていいんですよ、それをやってもいいし。僕がねこう解説してる弾き方的には、この人差し指がこうあることによって、その動きはもちろんできるし、まあ円滑にね進められるやり方だと思うんだけれども、そうするとね、この人差し指って実はすごくラスギャードで大事な役割をしてくれているんで、この2本だけでやっていくとね、どうしてもちょっとその細かいニュアンスは、まあ、できるとは思うけどね、やっていけば別にできるんだけれども、最初からしっかりこの動きに慣れていく、もう全部の指をちゃんと使う、小指はあれだけど、全部の指をしっかりこう4本使うっていう方向性から、まず本当に基礎的になんか簡略化せずに、入っていった方が絶対にやりやすいと思いますし、今後にも綺麗に見えるというかね。だからこの、まあ、ここの感性に関しては本当に僕の感性だから、主張されてる方が合うかどうかっていうのは分かんないんだけども、これとさ、このこれとこの僕の教えてるラスギャードの方、なんかその見栄え的に言ったらこうちょっと違うというか、全然違うものに見えてくると思うんですよ。でまあ本当にこれは好みなんでね、全然僕の感性なんでね、気にしないでいただきたいんですけれども、やっぱこっちのこの人差し指と中指を使ってこうやってやってる動き、これはね、何がいいかっていうと、まあ自由度が全く違う。なんでかっていうとね、人差し指を軸にしていることによって、ここの動きに制限されてくるという、まあ結構罠がね、あるんですよ。もちろんね、これも、こう、別にね、そんな動きに、なんだろう、まあ、本当に言ったら制限とかは特にないんだけど、人差し指がこう柔軟に動いてる時の方が、その、演奏中に組み入れる時に楽というか、こういう曲の中にこうトラッタタみたいなこの取り入れてる、これもやるたびにこのって人差し指こう意識し始めると、ちょっとリズムがなんかガタガタしちゃったり、あとね細かいニュアンス、こういうっていうのがやっぱやりやすい。まあ僕が多分このこっちの弾き方に慣れてないだけだと思うんだけど、まあでもやり続ければ別に細かいニュアンスできるね、どっちでもできると思うんですけど、まあでもその今の形がね、こっちの形がすごく均等でかっこいい綺麗だって思う人はそっちやればいいし、僕のこのやり方の方がまあなんかセンスっぽいね、センスがいいって思った方はこっちやってくれればいいかなと思ってるんでね、これですよ、これね、この動きから入った方がいいと思うんだよな。でも僕はなんか人差し指がねもったいない気がしちゃうんだよね。さっきも言ったけど、ラスギャードって多分何でもいいんですよ、指なんてどうでもいいの。だけどこれを軸にとかやってしまうと、なんかそいつが
こう動けないことによってこいつらのこう負担がね大きくなってしまうんで、より一層指が疲れちゃったりするんじゃないかなと思ってるんで、できればね、もちろんあれで僕も演奏中はしっかりこの使い分けてますよ。なんて言ったってね、この薬指と中指は早く弾けるっていうところがあります。だからこれが、今人差し指と中指で、中指と薬指ね、ちょっと違うと思うんですよ。全然そのスピード感というかパワーが違うと思うんだよね。それはやっぱり中指が一番パワーが出るし、薬指っていうのはここ中指と結構直結してこう動いてくれるから、バランスがいいんだよね。こいつらっていうのは結構バラバラに動いている人たちだから、だからどうしてもこうやるときにスピードを出しづらいっていうのはあります。今度こっちね。やっぱりその中指と薬指の方が均等なので、これを軸にしてこう練習するやり方でも全然速さでいったらもう練習になるし、形も速さも練習になるんで、全然いいと思うんだけれども、僕はねどっちもこう使えた方がいいと思います、人差し指中指のそのニュアンスと中指薬指のニュアンスってねやっぱ違うので、曲の中でその展開の時に使いやすいというか音色が合ってる方を選択した方がいいのではないかなと思ってますんで、ね、いろんな弾き方ができた方がいいと思うんで、やっぱりその基礎で言ったらこう全部ちゃんと動かせる状態を作っておいた方がラスギャードっていうのはこう構築しやすいというか、音楽の幅をねちゃんと広げてくれるものになってくれるんじゃないかなと思います。なんかラスギャード不思議な弾き方をする人がいて、なんか薬指と人差し指でもやる人がいるっていう、なんかそれよくわからないけどメカニズム的にはそのなんだろう、ばらつきがあることによって土着感というかその単発的に聞こえるからかな。難しい。薬指と人差し指のこのコンビのラスギャードはすごく難しいね。だ全部違うよね、やっぱ音色が。だからいろんな指をこう組み合わせてできるようにした方がいいと思うので、やっぱり3本使った方がいいと思います。3本ちゃんとこう動かして、で慣れてきたら曲によってこう組み合わせていく方が僕はすごくラスギャード上達へはもう近道かなと思いますね。別にもちろん人差し指軸にしてっていうのは僕の感性なんでね、これ何回も言いますよ。好みですから。だから僕の動画が全てじゃないんでね、こう見栄えがね僕の中ではこっちの方がね、こうやって動いてる方がこう綺麗に見えるんじゃないかなと思ってるんだよね。でね、このラスギャードもね、これですよ。デコピンたちのラスギャード。これはね、すっごい疲れますけど、正直。演奏中もね。めちゃくちゃスタミナ使うけど、でもこれのラスギャードもすごくいいんで、バラララララララってね、4発繰り返していけるっていう。だからラ
ラスゲアドってつくものは基本的に全部こう弾けた方が曲の幅はものすごく広がりますね。はい、ラスギャードができた時に、僕の中でねすごくこの弾き方マジかっこいいなって思って、やっぱりそのそれができるようになるのはやっぱりそのラスギャードありきっていうところがあって、これがねそのこれはとてもかっこよくないですか。いやーこのだったらだったらはね、あの他の楽器にはというか弾き方にはねできないで出せないニュアンスなんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、結構単語みたいなね、ああいう曲に使うことが多いですけど、すごくいいと思うんでね、ぜひラスゲアードをやった暁にはこの弾き方とかもねやって、なんかちょっとカッコつけてみてほしいなと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。僕のラスゲアード講座、3段ですね。ラスゲアード的に言ったらもちろんあの何回言うねんっていう感じだけれども、あの僕の好み趣味趣向感性センスと思っていただければと思うんで、あの弾き方は正直言って自由なんで、その音さえ出せればその動きさえしていればラスギャードはラスギャードなんで、皆さんのねお好きなラスギャード、ラスギャード人生送っていただければと思います。それじゃあまた別の動画で、次回は弾いてて楽しい曲にもすぐ取り入れられるルンバをね、出していきたいと思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。またね。